裏切りの天才、タレーランの歴史。カール大帝の末裔の直系子孫という名門貴族に生まれ、聖職者の道に順調に出世し、ルイ16世によって司教に命じられます。フランス革命前の三部会で、反カトリック的な政策を推進し、司教職を辞め、破門されます。ジャコバンの恐怖政治が始まるとアメリカに亡命。愛人のスタール夫人の推薦で、総裁政府の外務大臣に、すぐ辞任し、ナポレオンのクーデターに参加して、統領政府の外務大臣になります。しかし、勢力均衡を目指していたため、ナポレオンの拡大戦略を嫌って外相を辞任。7月革命ではルイ・フィリップの即位に貢献し、後に死去しました。10時間世界史、12時間日本史で検索。